大島と申します。控訴審今日の見て、次の日程はって聞いたときに、もう判決だっていうんで、まあ控訴審っていうのは大体そんなパターンは普通の裁判ではあるんですけど、今までやってきた一審からやってきたのだと、もう少しこちらの証拠棚のやり取りがあってしかるべきだと思ったんですが、それがないっていうことはもうほとんど裁判官がやる気がないなということなので、そのあたりをどう今後のことを考えていくかっていうのをちょっと考えました。意見、近日意見表明的なものは、だからまだ先でちょっと今ちょっとバタバタしてるんで、おいおい準備できればと思ってたんですけども、4月でそれもないので、全く何のための裁判なんだって、金を少し負けろというぐらい言いたいなと思ってところです。だから別の形でまた何か考えていかないといけないなと思います。よろしくお願いします。